カップラーメンは待ってくれない。はい、どうもバルさんです。今日はねこちらのゲームで遊んでいくんですけど、まあ、カップラーメンは待ってくれないよねもうこのタイトルに全面的に同意するんだけど、あのカップラーメンって大体まあ3分とか5分とかするじゃん。1分ぐらい早めに食べたいのよね。ちょっと固めぐらいが好きだから、ちょっとねこの3分で書いてあったらもうちょっと2分ぐらい食べちゃうみたいな、うん、カップラーメンは待ってくれないじゃない、僕がカップラーメンを待てない。ということでね、今日はこちらのゲームやっていくんですけど、ちょっと詰め読もうかな。私はカップラーメンが食べたい。どうか食べさせてください。食べさせやがれください。うん、食べていいぞ。好きな時に食べろ。結構ね、サクッと終わるタイプのゲームっぽいから、まあ、サクサクっとやっていこうかな。では、カップラーメンを食べる。お、なんか凝ってるなぁ。私は不意にパソコンを立ち上げた。とあるウェブサイトを開き、ページを眺めていると、一つのゲームタイトルを発見した。ほう、ゲームタイトル。そのような文字列が目に留まり、私は、ブラウザでプレイボタンをクリックした。はあ、おはようございます。こんにちは、こんばんは。なんだ、この人は実況動画撮ってんのか？私は、主人公だった。私はこのゲームの主人公です。誰に語りかけてんだ？カップラーメンを食べようとしていたのですが、謎の力が働いて体の言うことが聞きません。ほう。どうやら今見ているあなただけが私の体を操作、なるほどね。え、なんか、入り面白いぞ。主人公がこっちに語りかけてくるの斬新だな。と、そんなことはさておき、さておくんだ。私はとてもお腹が空いています。これはほんと、マジです。マジらしいわ。相当だな。展開が読めるんですが、この後に色々な選択肢が出てくると思うので、めたいな。ずっとめたいな、この人。3分後に美味しいカップラーメンを私に食べさせてください。ほう。食べさせてください。食べさせやがれください。食べさせろ。うん。丁寧に見せかけた横暴野郎だ。ちなみにカップラーメンにはすでにお湯を入れてあります。おお、じゃあ3分後に出来上がっちゃうってことなんだ。よろしくお願いします。丁寧だな。丁寧にめたいな、この主人公ずっと。さあ来ました。カップラーメンあるね。さてどうするか。うわ、めちゃめちゃ思ってたよりめちゃめちゃあるぞ。あ、ちょっと待って、セーブで、あ、ちょっと待って、セーブできんかった。そうだな、ね、このゲームね、バッドエンドが8個で、ハッピーエンドが1つって書いてあったから、この9個の選択肢のうち、1つだけ当たりがあるっていうことだと思うんだよね。で、僕は、バッドエンド全て回収してから、ハッピーエンド見たいタイプなの。だから、8個、9分の8をまず当てます。どれからいこうかな。あ、寝るは一番ないでしょ。寝てみよう。じゃあ一回。うん。はい、寝ました。はっ！このドアを2時間も寝ちまったじゃねえか。うわ、伸びたな。めちゃめちゃ伸びた。ラーメン伸びちまったよ。すごいな。ラーメン目の前にして3分で寝ちゃうんだな。絶対俺寝れないんだけど。気になって。あ、戻ってきた。なるほど、こういうゲームね。さあ次。ラーメンに語りかける、めっちゃ気になるんだけど、なんかね、これ当たってそうな気がするからね、嫌なんだよな。世界救いに行ってみる？救っちゃうわ、世界。変身！え？はっ、世界救ってたら明日になってんじゃねえか。どういうこと、どういうこと。くそー、世界平和であれ。ラーメン伸びちまったよ。どう世界救ったのかだけ教えてほしいわ。お湯捨てちゃう、もうお湯捨てちゃっていい。もうカップラーメンの常識を覆す。お、捨てた。あ、うん、もしかして麺まで捨てた。はっ、このおバカ、カップ焼きそばじゃねえよ。このおバカっていうのがなんかもう、あんま現代人でいないだろ、これ。暑さで頭やられちまったのか？心配じゃん。水分補給ちゃんとしろ！ラーメン飲み、もう食べれねえよ。間違いない。こういうのはね、だいたい SNS を見るでもうアウトなのよ。SNS 見てたらもう時間なんて一瞬なんだから。これまた張ってくるよ。張ってくるよ。ほら、来たー！この SNS 依存症が、10分も経ってんじゃないか。10分でよく現実戻れるね。お、無理無理無理。30分は経ってる。ラーメン伸びちまったよ。かわいそう、この子。風呂入るか。一旦ね、落ち着いて。お風呂入ってゆっくりしようぜ。ふぅ。いや、気持ちいいね。いいお湯だな。はっ！風呂にあいつは20分も経ってんじゃねえか。静香ちゃんかよ。いやいや、別にいいだろ。あと、静香ちゃんは別に時間じゃねえから。回数がおかしいだけだから。ちなみに静香ちゃんの好きな食べ物、焼き芋だよ。そうなんだ。豆知識教えてくれたわ。ラーメン伸びちまったよ。ちなみに静香ちゃんは漫画版だとしずちゃんだからね。じゃあゲームするか。お願いします。ゲームしてくるわ。あ、なんかめっちゃ売ってるな。
FPS 系かな。はっ、ゲームやってたら2時間も経って、いやゲームは2時間経つよな。わかるわかる、ティアキンやってたら3時間経つもんな。とある県の条例では60分しかゲームできないってよ。足りねえよ。あーでもあれ結局どうなったんだろうね。ラーメン伸びちまったよ。ちっちゃい頃ゲームは1時間までって言われてたけどさ、実際どうしても隠れてこっそりやってたよね。ゲーム制作してみよう。この主人公ゲーム制作できるんだ。ん？はっ！ゲーム作ってたら2時間も経って、2時間ゲーム制作頑張れ、応援してっつぞ。ラーメン伸びちまったよ。この主人公さ、なんかたまに人ごとなんだよな、ラーメンに対して。火薬を入れて火をつける。これもしかしてさ、その火薬じゃねえよみたいな、そういうオチ？そんな気がしてきたぞ。はっ、このサイコパス火薬違いだわ。だよな、絶対そうだと思ったわ。この一体コッパみじんにする気か。あ、よかった、火つける前にとどまったんだ。こんなラーメン食べれねえよ。よかったよかった、自分を律してくれて助かるわ。あれ、もう最後か。ラーメンに語りかけてみる。よかった、ラーメン語りかけ、やっぱこれがハッピーエンドだったわ。見てみるか、語りかけてみるか。はい。でさあ、こういうことあって語りかけるってそういう感じ？ちょっと待って、美味しいのになってくれよみたいな、そういう話じゃなくて世間話してんだ。だいぶ言ってんなこいつ。ふむふむ、うお前喋りかけてくんな、お前喋ってくんな。おい、やめろやめろ。なるほどね、じゃねえんだよ。でもやっぱり醤油味が好きなんだよね。僕は醤油味でよかったよ。でもさ、僕普段ラーメンあんま醤油味食べないんだけど、カップヌードルの醤油味だけは食べるんだよね。めっちゃうまいよな。本当だよ、買ってきて正解だったわ。語りかけるっていうか語り合っちゃってるけどな、これも。そういえばもう少しで3分で教えてくれんの？僕はありがたくいただけな、結構上からだな。お、美味しそう。いただきます。ありがたくいただかせていただくわ。いただかせていただくって結構やばいか。ふぅ、食べ終わった食べ終わった。美味しかったかい？そういえばあんた最後言わないと。え、食事合わせずにしっかり取れよな。あ、これ俺に言ってんだ。カップラーメンに語りかけてんのか俺に語りかけてんのかよくわかんない時あんだって。ほな、またほなじゃないよ、急に関西食出してくんなよ。あ、終わった。いや、いいわこのしょうもない感じが。めちゃめちゃ良かったわ。書いてあったもんな、説明のところに、思いつきでやりましたって。思いつきにしてはめちゃめちゃ面白かったけどな。天才なんだろうな。はい、ということでカップラーメンは待ってくれないでした。でも俺最近あることに気づいたんだよね。カップラーメンってさ、もう3分のやつより5分のやつの方が多くね。